チャンネル。はい、皆さんこんにちは、リッキンです。今回はですね、袋井市にある朝7時からの営業で熊本に本店がある豚骨ラーメン店、九州熊本豚骨味鮮ラーメン袋井店さんに行ってきました。場所はですね、静岡県袋井市久野、静岡県道58号袋井春野線にある総合体育館西の交差点より東名高速道路方面へ60メートルほど進むと左側にあります。駐車場はお店の前に5台ほどありますが、朝7時から8時ごろでしたら敷地内の空いているスペースでもいいそうです。それではお店に入りましょう。レッツゴー。
すいません、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。これからまた食と癒しを求めに行ってきます。よろしければチャンネルの登録と評価やコメントをしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。